皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。そして次の日、鍋はルドマンの屋敷に呼び出された。おはようございます、鍋様。皆さんお待ちかねです。さあどうぞこちらへ。さて鍋、フローラとビアンカさんのどちらと結婚したいか、よく考えたかね。はい、そんなに考えてないけど。そうか、ずいぶん悩んであろうが、両方と結婚するわけにはいかんからな。そんなに悩んでないけど。では約束通り結婚相手を選んでもらおう。フローラとビアンカさんのどちらか本当に好きな方にプロポーズするのだ。ちょっと待ちなさいよ。あんた鍋だっけ？どこの馬の骨かと思ったけど、なかなかやるじゃない。まさか炎のリングと水のリングを見つけてくる男が本当にいるなんてね。仕方ないから私があんたと結婚してあげれば。いいわね。何を言ってるのだ。鍋がお前のような娘と結婚するわけがなかろう。あらパパったら、若い男の気持ちがわからないのね。まあいいわ。そんなに言うなら鍋にはっきり決めてもらうから。さあ、早く私を選びなさいよ。グズな男とは結婚しないからね。すまなかったね、鍋。では気を取り直して、フローラかビアンカさんか、好きな方にプロポーズしてくれ。はい、ここでですね、ビアンカを嫁さんにするか、フローラを嫁さんにするか、デボラを嫁さんにするか、というね、まあ、3択なんですけれども、まあ、徐々にお話をしていこうというするとですね、まず、ですね、まあ、この3人とも、お嫁さんにした場合、今後の冒険にも、もちろんね、同行するわけなんですけれども、まあ、仲間としてね、まずですね、デボラは、この DS 版から追加されたキャラクターなんですけれども、まあ、この3人の中で、まあ、唯一専用の盾を持っていて、まあ、装備が結構優れているのと、まあ、他の2人と違って重たい武器も装備できるので、とにかく攻撃力もそこそこ高くて、攻撃呪文も少し使える魔法戦士的なタイプで、まあ、3人の中で一番ね前衛的なステータスを持っていると言いますね。で次にフローラ、フローラはですね、唯一ベホイミと、まあ、ベホイミを使えるっていうのと、あと他の2人に比べて、攻撃呪文も強力なものを覚えますし、ステータスもね、どれもバランスよく育っていくので、まあ、戦闘能力的にははっきり言えばフローラが一番強いと思います。まあ、回復呪文も使えるし、攻撃呪文も使える賢者タイプと言ってもいいかもしれないですね。まあ、なんだろう、ビアンカを、なんだろう、回復魔法も使えるようにして、魔法の面もステータスの面も少し強くしたのがフローラと考えていいでしょうね。で、ビアンカなんですが、ステータス的にはフローラやデボラと、まあ、大体中間くらい、まあ、バランス平均型っていう感じですかね。なんでまあ、はっきり言ってこう戦闘に関しては他の2人よりも劣ってるような気もします。で、ですね、フローラとデボラを仲間にした場合、まあ、この先でね、なんだろう、まあ、例えばルドマンさんから差し入れがもらえたり、まあ、差し入れとして、まあ、いろんなところに行くうちにね、なんかこうルドマンさんからいろんなアイテムをもらえたりっていうね、まあ、お金がもらえたり、まあ、通常ではなんか入手しにくいアイテムがもらえたりみたいな利点があるんですけれども、逆にビアンカを選んだ場合はそういった利点が一切ないです。メリットが何もないです。まあ、戦闘に関しても他の2人よりも平均的で特筆するところがない、そういった利点がない、はっきり言って、まあ、
デメリットもないですけど、美味しいところが何もないです。はい。でもですね、自分が選びたいのはですね、はい、ね、まあ父から天空の武具を集めてくれ、そしてこの天空の盾を手に入れるためにはこの二人のどちらかと結婚しなければならない、まあそうなんですけれども、お父さんから言われたことももちろん大事なんですけどもね、子供の頃からの思い、そしてね、もう両思いなんだから俺はこれを選びたい。ビアンカです。まあ鍋、こんな私でいいの？フローラさんみたいに女らしくないのに。そんなことない。あら、何よ、私が女らしくないっていうの？そういうつもりもなかった。でもそれでも私を選んでくれるのね。本当に私でいいのね。はい、嬉しいわ。ありがとう鍋、また一緒に旅ができるね。はい、ビアンカを選びましたね。特にメリットもないんですけれどもね、まあはっきりと言うのであれば、もうぶっちゃけで言うのであれば、まあこの3人仲間にして、これから今後冒険をしていくと言ってもですね、このゲームはやっぱり仲間モンスターがとても優秀です。なんでまあぶっちゃけて言うと、どの3ど多分どれを選んだとしても自分はね、多分戦闘にもう参加させることはないと思います。まあ馬車の中には入れて一緒に連れて歩くとは思うんですけれども、まあ今後ね、強いモンスターが出てきたり、ボス敵が出てきたり、いずれはラスボス戦うかもしれませんが、そういった場所ではですね、まあメインのパーティーとして使うことはないと思います。仲間モンスターが優秀だからね。まあそういうことを考えると、まあはっきりと言って、まあステータス的なメリットデメリットはあるとは思うんですが、まあぶっちゃけ言って個人的には誰を選んでも、そこはぶっちゃけ言ってそんなに気にするところではない。だったらもう心のままにね、ロマンに従って進みましょうというのが鍋スタイルでございます。よし、決まった。ビアンカさんを選ぶとはやはり私が思った通りの若者だな。まず第一にね、なんだろう、そういう金銭目的で結婚したとかね、俺そういうの絶対嫌なんでいや、何も言わずとも分かっておる。もし君がフローラを選べば、いくらデボラとはいえ傷つくに違いないと。あのような娘まで思いやる君の優しく強き心をしかと見せてもらったぞ。では早速式の準備だ。花嫁の支度は私の別荘で整えさせよう。待ってください、私もお手伝いします。ふん、あんた私を諦めるなんて、やっぱり情けない男ね。ああ、私と結婚する価値のある男は一体どこにいるのかしら。すまんね。ね、これを視聴されているフローラファン、デボラファンの方、申し訳ございません。自分はビアンカを選ばせていただきました。さて、いよいよ結婚式だが、実は山奥の温泉村のホラー穴に腕のいい道具屋が住んでいると聞いてね。花嫁にかぶせるシルクのベールを注文しておいたのだ。君には花嫁のためそのベールを受け取って生きてもらいたい。君が戻る頃には式の準備も終わるだろう。え、ビアンカさんを選んだのに式の準備までしてもらっていいのかって。言っただろう、私は君が気に入ったのだよ。フローラのことなら気にせんでいい、またいい相手が見つかるさ。それより君こそ後で後悔しないようにな。わっはっは。はいね、祝福されてるじゃないですか。まあね、まあなんといってもですね、まあビアンカ、フローラ、デボラと、まあ3つのタイプの女の子がいるわけなんですけどもね、まあおしとやかなフローラ、まあ強気なデボラで、まあなんて言うんだろうな、なんて言えばいいのかな、一番こう身近っていうかね、いて当たり前みたいなね、空気感のある女性であるビアンカ。やっぱね、そういう女性の好みとしてもね、ビアンカ好きだな。そういう女性がね、好きですね。ね、なんだろう、こう背伸びをした空気がなくてもね、一緒にいられるみたいなね、一緒にいるだけでも、なんだろう、それが当たり前みたいなね、そういうね、関係がいいなと思います。何言ってんだろう俺何の話だ。よし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 、で何すんだっけ、何すんだったっけじゃねえよ。
あ、なんだっけ、ベール取りに行くんだっけか。あ、だよね、うん。さて、特に挨拶もせずパート13やっていきますが、ね、俺のもう熱烈、もう饒舌な語りからね、もう語り始めて約10分っていう、すいませんね。さて、ぶっちゃけ誰が入れてもいいんですけど、よし、ビアンカと結婚するためのね、ベールを。ああ、シルクのベールならご注文の通りいいのができたよ。そら、これだよ、持って行っておくれ。ありがとうございます。まあこういうね、なんだろう、シルクのベールですが、ただこういうアイテムとしてではなくて、ちゃんと頭用の防具として使えるわけなんですけれども、これがね、まあビアンカが装備できる頭防具の中ではかなり優秀なね、防具ですね。まあ当分頭防具は変えなくていいぐらいの性能があります。多分状態耐性とかそういうのはないと思うんですけどね。さあ、じゃあ早速ね、フローラにこのベールを渡しに行きましょうか。花嫁がお待ちかねです。シルクのベールは結婚式に必要なもの。袋に入れたり、お仲間に持たせたり、お仲間に持たせたりせず、ナベ様ご自身でお待ちください。わかりました。俺の手で、ね、ビアンカにこのベールをかぶせてやるということですね。ナベ様、シルクのベールを受け取ってくださったのですね。ちょうど花嫁の着替えが終わったところですわ。ビアンカ様の持ち物をお預かりしていますので、その袋にお入れしますね。それではどうぞお入りください。まあこの会話がなくてもすでに入ってましたけどね。さあ、ナベさん、そのシルクのベールを花嫁さんの頭に。鍋はビアンカにシルクのベールをかぶせた。鍋、ありがとう。さあ、私は教会まで連れて行って。ね、花嫁姿のビアンカ、ね、さぞかし綺麗なことだろう。準備はよろしいですね。では教会までご案内いたします。こちらへどうぞ。なんだろう、ドラゴンクエストヒーローズはこの結婚式の前にビアンカとフローラがあの異世界に飛ばされていたから、そこのこの前夜にあんなトラブルがあったってことなのかな。おい、鍋。お、いや、久しぶりだな。結婚式の招待状をもらって慌ててきたんだよ。鍋さん、結婚おめでとうございます。素敵な結婚式になりそうですね。ごめんな、お前らの結婚式に行けなかったのに。式の最中にカッコつけて失敗するなよ、鍋。お前じゃねえんだよ。じゃあ後でな。お前と一緒にするんじゃねえよ。まあね、ヘンリーはあれですかね、この鍋からしてみれば俺からしてみたらペルみたいな存在なのかな。え、ペルが俺より先に結婚？どうだろうねってね。それでは花嫁様と花婿様のご入所です。さあ、中へどうぞ。ヘルが俺より先に結婚のかなんか微妙に認めたくないものがあるな。
本日コロリ神の皆神の皆において鍋とビアンカの結婚式を行います。それではまず神への誓いの言葉を。ランチ鍋はビアンカを妻とし、健やかなる時も病める時もその身を共にすることを誓いますか。はい、誓います。ランチビアンカは鍋を夫とし、健やかなる時も病める時もその身を共にすることを誓いますか。はい、誓います。よろしい、では指輪の交換を。鍋はビアンカの指に、ビアンカは鍋の指にリングをはめた。それでは神の御前で二人が夫婦となることの証をお見せなさい。さあ誓いの口づけを。緊張するね名前をね、俺の名前にしてるから違う緊張感があるなこれ鍋はビアンカに誓いの口づけをした。もう神よ、ここにまた新たな夫婦が生まれました。どうか末永くこの二人を見守ってくださいますよ。アーメン。おめでとう鍋、幸せにな。鍋さん、ビアンカさん、どうぞお幸せに。ピーピー、鍋さん、奥さんを大事にしろよ。指笛鳴らすわけにいかないから今ねだって深夜2時だもんこうして鍋はビアンカと結婚した。その夜は遅くまでお祝いの宴が続き、そして夜が明けた。おはよう鍋、よく眠れた？もうお昼近い時間よ。でもなんだか嘘みたい、私たち結婚したのよね鍋。こんな二日ものですが末永くよろしくお願いいたします。なんて私らしくないセリフだったね鍋。ずっとずっと仲良くやっていこうね。ビアンカだ、仲間に加わった。はい、正式加入、かっこはずなちなみにですね、フローラやデボラを選んだ場合、DS 版やスマホ版のみですけども、ここの大陸に来る途中にあった船、あそこがカジノ船っていうんですが、そこで結婚式が執り行われるはず。うん、確か DS 版そうだったはず。さあ行きましょう。でも旅立つ前にルドマンさんに挨拶していった方がいいわね。そうだね。まあね、自分この DS 版買ってすぐにね、全部やったので、うん。ビアンカともフローラともデボラともね、ちゃんと結婚するね、お話をね、やったから、3回やったから。結婚の直前のところまで進めてね、セーブを分けて しといてね。ちゃんとね、全部やったんですよ。よし。鍋は荷物が少し重くなっているのに気づいて袋を覗き込んだ。なんと二人の結婚記念にとルドマンが街中に配った紅白饅頭が入っていた。美味しそう。さあ、じゃあね、ご挨拶ご挨拶。見た。よ、グローニのお出ましか。なかなか似合いの夫婦だぞ。ヘンリーさんたちは今朝早くお帰りになったが、鍋のことをいろいろと聞かせてもらった。なんでも伝説の勇者を探して旅をしているとか。そこでだ、私からの祝いを受け取ってくれ。後ろの宝箱の鍵を開けておいてから中のものを持っていくがいい。それからポートセルミにある私の船を自由に使っていいぞ。あの船ならかなりの長旅にも耐えられるだろうからな。すぐに連絡しておこう。ともかく私は鍋たちが気に入ったのだ。夫婦仲良く助け合い、良い旅をな。ありがとうございます、天空の種。というわけでね、まあ別にね、フローラとデボラを選ばなくても結局天空の種はもらえるのでね、その辺はちょっと安心。
まあね、そういう意地悪する人じゃなくてよかったね。で、天空の盾も戦う時道具として使える。なんだっけな、確か魔法ターンかな。確か魔法ターンだったような気がする。さて、まあここからね、冒険にも行きたいんですけども、そうだな、特に意味はないんですが、お父さんにもね、お父さんにも挨拶しに行きましょうか。邪魔するんじゃねえよ。まあ危ないから下げとこうね。嫁さんにね、傷つけるわけにいかないから、場所の中から応援しといてもらいましょう。見せめっき強えな。パーティーコースはですね、街に入るとき、まあ大体の街ですね、人間キャラクターが優先されてね、隊列に入るので自動的にこういう風に切り替わります。お父さん、おお、おかえり。鍋がビアンカと結婚してくれたんで安心して元気が出たよ。わっ、すごいな。鍋、ビアンカのことよろしく頼むよ。もちろんです、お父さん。というわけでね、早速ポートセレミに行ってみましょう。ここか。あ、そうだ、ついでにボトルシップで買っておこう。名産品もね、ちょこちょこと集めておこうかな。まあ、全部集めることはできないかもしれないけれど、クリア後までね、やらないと集められないんで、今回実況ではクリア後はね、やらないかなって思ってるので、まあ、いつも通りですけど、まあ、4は特別ね。4はストーリーがね、クリア後も絡んできたのでいいんですけど、5のクリア後はもうラストボス倒して、その後のね、裏ボス頑張って倒すくらいだからね。ん？もしかしたらあんた、鍋さんかい？やっぱりそうか。ルドマの旦那から連絡をもらったぜ。さあ、これがルドマの旦那の船だ。自由に乗ってくんな。船出の前に酒場に行けば、いろいろ聞けるかもしれないぜ。ありがとう。やあ、お待ちしてました。久しぶりの航海で我々もワクワクしていますよ。では、鍋殿、早速船を出してよろしいですかな。よろしくお願いします。では、どうぞこちらへ。こうだ、怒りをあげろ、ほうろせよーそろー、釣ってみる。さて、船出ですね。あ、そっか。ちょっと待ってね。今ね、小さなメダルの数が出たんですよ。なんかね、この時点で取れる数ちょっと合わねえなと思ってたんですよね。どこだろう。多分ね、ここのどっか取ってないんですよね。どこだっけな。あー、まいでした。多分あそこ取ってないな。あそこっつうか、そこどこだ。そしてぐる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 、見づらいでしょ。これこれ、多分ここじゃないかな。あれ、取ったっけか。あ、ん？あ、記憶違いが多数発生している。ここのリードじゃねえ。
まあ、多分どっかの町の、ちゃんと調べてないんだな。まあいいや。怪しいとしたら、多分カボチか、ルーラーペンの、多分ここのどっかかなと思う。まあいいや、大丈夫だ。1枚くらい。あ、まあでもいいや。今回はこの辺にしておこうと思います。次回はね、まあ、船に乗ってあちこち、いろいろとね、冒険してみたいと思います。はい。では、ドラゴンクエスト5実況プレイパート13、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。